阪の魅力を知ってもらう着地型観光プロデューサーとして活動しています。大阪で街歩きのガイドをしています。街歩き、歩くだけじゃなくて、プランニング等をしております。また大阪ワイナリー協会の事務局長として、大阪ワインの PR であったり、大阪だけじゃなくて全国地域の町おこしということで、新しく建築されるホテル等の、地域プロデューサーとして地域の魅力を、作り上げている仕事をさせていただいております。私は大阪生まれ大阪育ちなので、本当に小さい頃からいろんな商店街とか町の人にずっと、可愛がっていただきました。でちょうど、今年なんですけれども、私が関わる大阪旅メガネが、2018年グッドデザイン賞を受賞させていただきました。小さな町づくりから始まって、総勢8000名以上の方を案内しています。そして地域の人と、来てくださるお客様、そして私たち自身がつながって新しいコミュニケーションデザインが生まれたということが、今回の、表彰していただいた大きな要因になっています。2025年に万博が決まります。それまではね、皆さん大阪で大丈夫なんて今言ってる言葉もいっぱいあるんですけれども、私にとっては全く問題ないと思います。というのが、大阪は人が魅力なんですよね。商店街の人もいるし、街の人もみんな魅力があります。その人たちと一丸となって、新しい大阪からの観光、大阪が一丸となって新しい街を発信していきたいと思ってます。